こちらのカナディアンクラブ、カナダのウイスキーですね、世界5大ウイスキーの一つにも数えられています。カナダのウイスキー、カナダのウイスキーで日本に入ってくるほとんどがもうカナディアンクラブ、カナディアンクラブというブランドですね。頭文字を取って CC という名前で日本でも親しまれています。こちらの CC ですが非常に古いお酒でして、こちらの横張りのところに1974年という年号が入っています。この1974年というのはカナダに関して言いますと蒸留された年が入っています。そしてカナディアンクラブはここにも書いてありますが6年熟成してますので1980年に熟成を終えて日本に入ってきたということになります。それでも40年ぐらい前になりますね。カナダのウイスキーの特徴はライ麦を使ったフレーバリングウイスキーというのをブレンドしていますのでライトタイプで少し甘みがあって飲みやすいウイスキーが多いですね。こちらはハイボールでご用意しております。お酒の美術館ではこういった古いお酒をたくさんございまして1杯こちらは500円でご用意しております。